でさ、海藤さんといえば、これが海藤さんなのかどうかっていうのがさ、一頃ネットで騒ぎになったけど、これが海藤さんなのかって、確かに似てるんだけど、実際、ま、仮にこれ海藤さんだとしてな、これをネットに流出させたやつっていうのは、その動機っていうのは何だと思う？それは嫉妬だろ？嫉妬ではないだろ？そうだろ？な？うん。そうだよ。だから、そんなのさ、ああいう写真を流出させたやつの動機っていうのは、もう嫉妬以下ないだわけだろ？海藤さんに対する。でもほら、海藤さんのためを思ってとか、なんで海藤さんのためになるか？なるかもしれないだろ、海藤さんのために書く写真。いやでもお前、一般的に常識って常識と鑑みてたよ、お前。な、やっぱ嫉妬しかありえないだろ、動機は。まあそりゃそう、まあそうだろうな。嫉妬って怖いな、怖いだろ。ほんとによ。そうだろ、すげえ、そいつだから、流出したやつってのはすげえ、海藤さんたち嫉妬からあれを流出させた。まあそうだろうな。そうだよな、そいつ、危ないよ、そいつな。危ないだろ。すげえ嫉妬だよ、お前。な。そいつさ、犯罪者だよ、お前。犯罪者だよな。こんなやつ、捕まえなきゃ早く。そう、捕まえなきゃ。な。そうだよな。そんな、異常な、つぶきやつが、街中を歩いてると思ったら危ねえ。危ねえだろ。早く捕まえねえとさ、でさ、どっから見せてきたけど、それはやっぱりさ、あの写真だって、学生の時の写真だから、友達とか、あと家族かだろ。だろ。そこら辺だろ。だから、それさ、捕まえねえと、ほんと危ねえから。本当だな。うん。